カエルに救われた立花木さんは食用としてのカエルに可能性を感じ、現在カンボジアでカエルの養殖ビジネスをしています。これまでカエルラーメン、ケロ南蛮、フロッグ&チップスなどを開発販売したことも。ちょっとこだわろうということで、出汁も変えるみたいな。鶏をちょっと薄くしたというか、まあ上品にしたように。ヨーロッパトノサマガエルっていうショーがものすごく美味しかったですね。フリットっていうそのフランス版天ぷらみたいな、非常に上品でですね、臭みもなくて、ああ美味しいなってちょっと感動したっていうのが、まあ理由ですね。そしてカンボジアの牛ガエル、はい、養殖池からこう取ってきて、その場で締めてくれて、ソースをかけて、これをグリルするっていう、それが抜群に美味しかったですね。